みなさんこんにちは、まめです。本日は LINE を使ってメッセージを送信予約する方法をご紹介したいと思います。先にお伝えしておきますが、今回の方法結構便利です。ただし LINE のもともとある制限の中で行うものなので、皆さんが想像するものとは少し違うものになるかと思います。とはいえ、その目的はしっかり果たすことができて非常に便利な技になりますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは早速いきましょう。 LINE のメッセージを送信予約する方法は2つあります。1つ目はこちら、予約送信フォーラインというアプリを使う方法。 LINE ノーティファイという機能を利用して自分とは別のアカウントから送信予約するというもの。時間が来ると自分とは別のアカウントからメッセージが届く機能になります。多くのブログなどでも LINE で送信予約する方法としてこちらのアプリが紹介されていますが、このアプリ、ずいぶん前からアプリのバージョンアップが止まっているようなのでおすすめはできません。この動画では紹介を控えたいと思います。僕の方で試してみましたが、挙動も少しおかしい模様。それでもどうしても気になるという方は自己責任でインストールして使用していただけたらと思います。というわけで2つ目の方法をご紹介します。それは LINE 公式アカウントを使用する方法。こちらも専用のアプリがあります。これは LINE コーポレーションがリリースしているアプリになりますので安心です。こちらの方法も先ほどと同様で、自分とは別のアカウントを使って送信する方法となります。使い方は簡単。アプリを開くとログイン画面が表示されるので、 LINE でログインを選択してログインしましょう。するとこのような画面が表示されるはず。アカウント作成をタッチしましょう。アカウント名は好きな名前で OK。 自分から友達に送信したいのであれば自分と同じ名前、アイコンに設定するのがいいかと思います。業種は個人、個人その他を選択しましょう。メールアドレスを入力して確認をタッチ。アカウント作成をタッチしましょう。トップに戻るをタッチ。同意をタッチしましょう。運用の目的が表示されますので、利用したい目的のものを選びます。チャット機能は、今作ったアカウントを使って友達とメッセージのやり取りをしたいのであればオンを選択しましょう。友達とのやり取りは自動応答メッセージで対応したい場合はオフを選択します。これで OK。 するとこのような画面が表示されます。実は LINE 公式アカウントとは、お店や企業などが使用するものになります。例えばヤマト運輸のアカウントだったり。皆さんも一つは友達登録していると思います。こちらの LINE 公式アカウント、個人で使っても大丈夫なものになります。1ヶ月で1000通を超えなければ無料で使うことができます。1000通を超える場合はお金を払わないとそれ以上使えないので、勝手に請求されることもありません。今回の方法はこの LINE 公式アカウントを使うことで自分の影武者を作って送信予約をしようというものになります。もう少しだけ準備作業をしておきましょう。こちらの友達を増やすをタッチして LINE をタッチ。送信予約機能を使ってメッセージを送りたい友達を選択しましょう。自分にメッセージを送りたい場合はキープメモをタッチすれば OK です。転送をタッチすると、今選んだ人たちに先ほど作ったアカウントを友達追加するメッセージが届きます。友達追加してもらいましょう。これで準備 OK。 それでは早速送信予約してメッセージを送ってみましょう。こちらの画面からメッセージ配信をタッチ。作成をタッチしましょう。追加をタッチ。テキストをタッチ。こちらの入力欄に送信したい内容を入力します。こんな感じ。追加をタッチして写真を追加することもできます。内容に問題がなければ次へをタッチ。配信予約をオンにしましょう。こちらから送信したい日時を1分単位で決めることができます。今から2分後に送信するように設定して、これで OK。 タイムラインに投稿は、タイムラインにメッセージを投稿するかどうかを選択するものなので基本はオフで大丈夫です。
配信メッセージ数は先ほどの1000通の無料メッセージ数を超えて利用している人向けの機能ですね。月に1000通も超えないと思いますので、オフで大丈夫です。配信先は全ての友達にして配信をタッチしましょう。これで送信予約ができました。こちらを押せば予約を解除することもできます。このように指定した時間にきっちりとメッセージが届いていますね。完璧です。あくまで自分のいつも使っている LINE のアカウントとは別のアカウントになるので、このようにメッセージのやり取りをすることもできますが、管理はしにくくなりますので、あまりおすすめはしません。それから注意点としては、今作った新しいアカウントを友達登録しているすべての友達に一斉にメッセージが届くということ。例えば友達100人にとりあえずこのアカウントも友達追加しといてと言って追加してもらうとすると、送信予約機能を使った時にはその友達100人全員にメッセージが配信されることになります。これをしたくないという人は LINE 公式アカウントを複数作成しましょう。詳細ボタンを押してアカウント作成を押せば、先ほどと同じ要領でアカウントをもう一つ作成することができます。送りたい友達専用のアカウントを作って使用することをお勧めします。どうしてもこの時間に友達にメッセージを送りたいなどという時にはかなり役に立つ方法かと思いますので、ぜひ使っていただけたらと思います。以上、今回は LINE で送信予約する方法をご紹介しました。それではまたお会いしましょう。僕が作ったお店をご紹介します。毎月僕がいいなと思うデザイナーさんを厳選して直接お声掛けしてオリジナルのデザインを書いてもらっています。ここでしか絶対に手に入らない特別な iPhone ケースや壁紙たち、めちゃくちゃいい感じですよね。一人でも多くの人に手に取ってもらいたいので、 iPhone ケースは税込み2000円、壁紙は300円と一般的な価格のおよそ半額の価格にしました。商品ページにはデザイナーさんがデザインに込めた思いも書かれています。こちらを読んでいただけるだけでも嬉しいです。デザイナーが作る iPhone ケース壁紙のお店デデン、この動画の概要欄に URL を貼っていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Closing your eyes.